いのかよ、俺なんかについて。お前の立場だってあっただろう、それを蹴ってまで俺に聞く理由があるのか。支えてあげないといけない、そこに立場や地位が邪魔になるのなら私は必要ありません。もちろん逆もあります、ですが私は強いですから、必要なら実力で再度獲得しますよ。もちろん、あなたが私と敵対しても負けませんよ、知る？わざわざ敵対はしませんよ、さすがの私でも本気のあなたと戦えば勝率は高くない。あなたの上次第ってことですね、それで上が出てこられたらもうどうしようもないのですがね。あの方も貴重な才能である私を潰す真似はしないでしょう。いえ、できないでしょうね。些細な才能ならまだしも私は唯一無二、それを潰したとなれば最高位失脚も見えてくるでしょう。性格悪いですね、そこまで見越して言葉にするなんて。私は慈悲ですが別に性格がいいなんて言ってませんよ。私の慈悲を邪魔するなら不本意ではありますが治療の力を殺戮に使わせてもらうだけです。なんかギスギスしてるな。俺にとってはすごくありがたいけど。久しぶりに来たな、ミールの拠点。お腹痛い、頭痛がひどい、帰りたい、もうやだ責任者辞退したい。弱音は吐くなしん、これからルラの行動を許してもらわないとならないのだからな。強気だ、むしろ喧嘩上等だ、楽しみだな。もうメル一人で交渉してよ。はぁ、そもそもミール様がとっさに発令したこの案、うまくいくと思う、正直意味がないと思うのだけど。だって相手は現実世界の帝王神候補や帝王神、私たちでもあのレベルなら22カドーラは最低欲しいレベル。現時点で1ミカドーラ分の私たちに苦戦する、いや容易に倒せたとしても全然届かない、意味がないと思うのだけど。だから最低6人なんだろ。私の予想だが、ミールは立場や権限を無視していいなら20ミカドーラ分の試練にわざと負けろと言えば済む。それができないからまずは6人、この調子でいけばシンとノラが確定で、あと少なくとも4人、何かあったら守り通す護衛が欲しいんだろう。要は肉壁だ、肉壁が6枚もいてくれたらミールも主様だけこっちの世界に呼ぶみたいな介入時間ができるからな。味方？さすがはネル、気づいていたのですね。ですがその答えではまだ60点というところですね。肉壁は少なくとも4枚あればいいです。でなければ獅子の子たちまで呼びませんよ。呼べるのは候補生までだったな。まさかこの荒々しい成長がミールの目的なのかな。荒々しい、それはネルたちの感覚の話ですよ。帝王様の潜在能力を司る私から見ればこの成長速度が普通、いえ、まだ遅いです。以前の帝王様は生まれて1年少しで帝王新候補全員を退けました。それからも数十年何もしなくても発想力とセンスだけで世界最強の座に座るほどのお方。今は一度リセットされたとはいえ、以前の潜在能力よりはるかに上昇しています。もう本来の成長速度に戻してもいい頃合いだと私は思いますがね。それは買いかぶりすぎだ、ミール。主様の基礎となる肉体はまだ未熟。例えるならさなぎから成虫になったばかりのカブトムシ。成虫になった直後は羽も柔らかく少しでもショックを与えれば痕跡が残り続けてしまう。だが時間が経てば立派な羽となり、ちょっとやそっとでは壊れない強固なものとなる。今はやっとさなぎから成虫になったばかり、今無理に叩いてもそれに耐える肉体がまだ整っていない。まだ急激な成長をさせるタイミングではない。半数討伐で現実世界で肉壁案は賛成だが主様の成長は反対だ。結局メルが全部喋ってる。私いらなかったんじゃない。メルにしては消極的な思考ですね。大事なものができて慎重という言葉を知りましたか。賛成、反対なんて今あなたには求めていない。そもそもあなたたちはルラの処分について交渉に来たのでしょう。本題に入ったらどうですか。頑固者ね、だから幼稚だと言われるんだぞ、独裁者。他の役に戦わせてばかりじゃ退屈だろう。どうせ聞く耳もたないなら首根っこ掴んで理解させてやるさ。まずいまずいまずい。ミール様とネル、ミガドルエデンの1位と2位が戦ったらミガドルエデン全土に大きな被害が。落ち着いて。戦うならミール様の方針に従うから。そこまで本気なのは分かったから。ドケシン、あのバカを分からせないと主様も壊され、ルラも壊されるぞ。ルラには何も罰則はありませんよ。お咎めなしです。帝王様からはミガドルエデンの力を封じただけ、あなたたちには試練を要求しただけ、それ以外の指示は言っていませんよ。ですが必ずどこかで埋め合わせは出てくる、逃げようとしても逃げきれない、それも現実だよ。主様の成長の件はどうなんだ、私が納得する理由くらい提供したらどうだ。メル、せっかくミール様が飛行としてるのに。過去も、その飛行回路が、いえ、私たちや専属神たちの存在が帝王様の成長を妨害している。生き物はみんな己のペースで成長する。だが帝王様の成長はすべてメリアや私たちが抑制していた。成長して壊れるのはせき止めていた反動でしょう。私たちが帝王様の邪魔をしている。だから本来帝王様が求めるまでは私たちが帝王様の成長に関与するべきではないのですよ。
言っておきます。そうやってあなたたちが帝王様の成長を抑制していたら、この先どこかで必ず今以上の反動が来るでしょう。今は見ている限りだとまだ大丈夫。ですがこれ以上だと次は精神ではなく脳が壊れますよ。ネル、ミール様も無策でやってないっていうのが分かったし、ね、納得したでしょ。言っているな。ならなぜお前は主様を強制的に成長させている、無理させているではないか。それで反動が私たちの責任だと。ふざけるな。お前の落ち度だ。勝手に私たちの責任にするな。あの、なんなの。なんでネルの辞書に穏便って言葉がないの。今回はお前の案に乗ってやる。だが次はない。表にも出れない。主様と真正面から向き合ってもいない奴が主様のことでちょっかいを出すな。随分上からね、ネル。目の前にしか立つことができないあなたより私はもっと広い視野で帝王様を見ている。私は帝王様の存在すべてを持っている。その意味がわかる。あの場を設けたのは数合わせと本来の成長速度に戻すこと。もちろん荒療治なのは理解の上です。現状その方法でしか現実世界で待ち構える問題を乗り越えることができないかもしれない。可能性は 1% でも高く、帝王様が現時点で20ミカドオーラも持っていない。この状況がすでに罪に近いんですよ。ならこの試練で成長させて、時間が余れば精霊族を20体倒し、1日が経過すれば。無理だな、時間が足りない。そもそもパルル程度にあれだけ苦戦していたのが現状だ。精霊族でパルルはレベル1の下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 くらい隠した。そんな奴を探す方に時間がかかる。そこまで下じゃないからね。シン、帰るぞ。もういいの？どうあがいても喧嘩が始まると思ってたけど。とりあえず現状の方針に納得した。ルラの件も最悪のことにはならないし、結果的に言えば上出来だろう。シン、あなたは帝王様に負けた。その時の帝王様はどうでしたか？あれは間違いなく、経典眼が発動してました。その反応速度の変化に遅れた。経典眼は英知から来たね。ですがあの目は、経典眼、知恵から来たね。知恵は物事の道筋を立て、正しく示、そして物事の正しい道筋を見極める心の働き。つまり常に情報が入ってくる。A 点眼とは違い、経典眼は常に物事の答えが見えている。大きな違いは目から得た情報を判別する。A 点眼と違って、経典眼は見たものを全て脳に直接送り込み、本能というレベルで答えを導く。つまり、理性で動くか、本能で動くか、どちらが強いというわけではないが、考える必要がない分主様には合っている目だろうな。ただ脳への負担が凄まじい。A 点眼は情報の判別ができる分、負担効率がいい。だが経典眼は常にダイレクト。経典眼持ちのプリズンエデンの支配者、ノルンでさえ、普段は目を覆っているほど、あのレベルのやつでさえ手に負えない代物だ。主様が扱うとなれば手に余るだろうな。ミール、お前、さては、経典眼海岸までは読んでいたか。さて、でもこうやってルラが脳の負担を軽減してくれる。帝王様は思う存分経典眼が使える。ここからの戦いはきっと変わってくる。この試練、思いのほか一周で終わるかもしれませんよ。どうだかな。だがミールの企て、私は楽しみに眺めているとしよう。帰るぞシン、今はどうせウルと戦っている頃だろう。早く戻らないと終わってしまうだろ。ミール様、ルラの件、後から処遇変更は絶対にやめてくださいね。彼女はすでに私たちの大事な一員です。粗末に扱えば私でも怒りますよ。罰なんてとんでもない。ルラはいい仕事をしてくれてますよ。ただ特別扱いはしませんけどね。シル、しっかり導いてあげてね。わかりました。では戻ります。ファイトだよ、帝王様。ミール、お前、さては、経典眼海岸までは読んでいたか。いや、全然読めてなかったよね。まさか即座に海岸するとはね。それにしても毎度私とネルの意見が対立したら戦うそぶりだけ見せて何もしないんだから、シンもあそこまで怖がらなくてもいいのに。10回中1回くらいは本気の喧嘩になるけど。あ、そういえばネル、ノルンの目隠し勘違いしてたね。ノルンが目隠しするようになったのは一般人にバカにされたのがトラウマになってるからなんだよね。ミガドルエデンやプリズンエデンでは普通に布なんてつけてないし、大体布つけてるのは現実世界だけだしね。ふう、あとはシルに任せてちょっと寝よう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。
してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。